こんにちは、アカシです。今回は監督解任で揺れる FC 東京についてやっていきたいと思います。今季を振り返ってみてもやはり不安定なシーズンと言わざるを得ないと思います。その理由としては大きく2つあると思います。1つ目は高齢化による影響です。17節ガンバ大阪戦ではスタメン11人のうち6選手が30歳超えとベテラン選手が多い印象があり、スタメン選手の平均年齢は 30.27 歳とやはり高いと感じます。松木選手の出場停止や中村穂高選手の怪我などの影響もありますが、若い選手がリーグ戦にあまり絡めていないのはチームとして未来が不安だと思います。しかし最近ではユース、高卒、大卒などを積極的に補強するなど改善に向けて取り組んでいると感じますし、まずはベテラン選手の放出、契約満了など人員整理をしっかりとし、若手選手に投資する形を整えることは重要であり理想的だと思います。二つ目はセンターバック陣の不安定さ、強度に疑問があると思います。個人的にセンターバックは今夏一番の補強ポイントだと思います。特に森重選手の36歳という年齢を考えると代わりとなる選手は必須であり、スタメンを奪い取れるような選手は一人でもいいので欲しいと思います。そして噂とかはありませんが、監督がピーター・クラモフスキー監督になったことで古巣である山形から引き抜きするのではないかと思います。その中でも候補を挙げるとすれば野田裕樹選手は可能性があると思います。足元の技術が非常に高く、プレスをかけられても動じずパス回しボールキープができる選手です。フィードも上手いため、奪った際のカウンターなど起点となるパスも出せます。守備が軽い時や強度が低い場面も見られるため、そこは少し不安であり怖い部分ではありますが、森重選手のような経験豊富なベテラン選手と一緒にプレーすることで学ぶことは多いと思うため、そこで成長させると考えるといい補強ではないかと思います。そして新監督としてクラモフスキー監督が就任しました。今季途中まで山形で監督を務めていました。昨シーズンは J2 リーグ6位と好成績を収め、結果を残していた監督です。最近の記事で出た話ではありますが、プレミアリーグのトッテナムの新監督として就任したポステゴグルー監督のコーチとしてオファーがあったそうなので、それを蹴って FC 東京に監督として就任したことは期待が持てると思います。戦術としては攻撃的なポゼッションサッカーです。サイドが中盤まで上がり、偽サイドバックで攻撃に厚みを持たせ、ボールを奪われた際は前からプレスをかける形が多いです。 FC 東京には長友選手、バングーナガンデカシーク選手などサイドに攻撃参加が特徴の選手がいるため、サイドがより生きるサッカーはチームとして合うと思います。今後どんなサッカーを見せてくれるのか、 FC 東京をどう導いていくのか、クラモフスキー監督の手腕には注目したいです。今季の FC 東京はなかなか継続的に結果が出せず、現状12位と不本意なシーズンになってしまっています。しかし新監督を迎え、新しいスタイル、新しいサッカーで巻き返せるのか、選手補強でカバー改善できる点もあるため、まだ噂などは出ていませんが、今夏の補強をするのか、するなら誰を取るのか、補強の面でも楽しみです。今後の FC 東京には注目して見ていきたいです。今後も J リーグを中心に動画を配信していきますので、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。意見、感想などコメントしていただけると非常に嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。